はい、今回はですね、ナミさんとの深夜のこそこそ話なんですが、なんか古くなると大変だなっていう風なねタイトルでお話しいただきました。主に話されていたのは車の話で、車って古くなるといろんなところにガタが来たりとかね、メンテナンスが必要だったりとかして、しまいにはまあ買い替えってことにはなると思うんですけども、まあ、その時にね、車の知識がないとやっぱりね、車の会社にまあぼったくられちゃうよっていう風な経験もあると思うんですよ。もちろん車の会社って様々ありますので、どこの会社もそんなね、お客さんの知識がないことをいいことにあれこれとふっかけてくるとも思えないんですけども、でも一つ言えるのは、自分が詳しいことっていうのはやっぱり安く上がるし、自分の詳しくないことっていうのはやっぱお金がかかるってことなんですよ。ここには何かっていうとね、情報と経験の差がお金になっているってことだと思うんですよ。やっぱり自分がね、詳しければ詳しいほど、しまいには自分でタイヤ交換パッパッパッとできるわけじゃないですか。自分でですね、車のパーツ、例えばリアウィンドウのクリアテールを入れ替えるとかっていうの、これ楽しみながらできると思うんですよね。で、何回かやると慣れてくるんで、こんなんいちいち人に頼むかよ、金まで払ってみたいになっちゃうんですけども、やっぱり詳しくない方とか、まだね経験の少ない方とか、不器用だと思ってる方って、そういう風な車の何かパーツを交換したりとかね、修理をするときって自分でやるんじゃなくって、やっぱ人に頼むと思うんですよ。当然自分でやろうと思うと、専門の工具がいるんで、工具代金がすぐにね、5万とか10万とかかかってきますので、トータルで考えると、その知識や経験や専用器具を買うことを考えたら、人に預けてやってもらった方が安上がりだよね、とも言えるわけですよ。でも、請求書を見るとね、やっぱり20万、30万ってボボーンって上がってくるんで、うっとかなるわけですよね。ただやっぱり、それを生業としている人は、その金額じゃないと、やっぱりね、折り合いがつかないところもありますので、逆の立場でも言えてですね、結局、まあ私 FX の教材出したりとかしてますけども、FX に詳しくね、FX に実績があって、FX にやっぱ信用いただけないと、そういう商品で作っても売ることができないんですよね。まあそういった意味もあって、やっぱり売り側の都合と、買う側の都合が一番こう、なんかマッチするところで価格って決まっていくんだろうなと思いますし、で逆にあんまりぼったくりすぎると他のお店にお客さんが移ってしまうってこともありますよね。そして私思うんですけども、まあ、信頼関係を作るとね、やっぱ他のところに持っていくのは今度億劫になってくるんですよ。ですんで、そこそこの値段だったらそこでやり続けるっていうのはあると思います。例えばですね、まあ髪の毛を切ったり染めたりするところってあんまり人って買えないと思うんですよ。マッサージとか髪の毛とかね、歯医者とかってね、ずーっと同じところに行くと思うんですよ。それはただ単に近所だからってことではなくって、その近くだからってことではなくってね、やっぱそこで慣れてるからっていう風なところもあると思います。つまりは、お互いの信頼関係があるから、わざわざよそに行ってまだ一からの信頼構築っていうのにコストをかけるっていう考え方がね、ちょっと合わないかなと思うんで、例えば床屋さんとかにね、3500円で行ってました。でも2500円のとこもありますよって言っても、まあでもいいかと、いつものやつって言えばやってくれるし、それにあそことの親父さんとの関係って結構いいんだよねみたいな感じでね、大した会話をするわけでもないし、髪を切る以外の付き合いはないんですけども、なかなか通い慣れたところって買いにくいんですよね。でおそらく、まあ、車の修理とかメンテナンスもあっちこっちにボン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 出すよりも、一番最初にご縁を持ったところとずっと付き合ってる方が、まあなんとなく安心だしっていう気持ちはあるんでしょうね。で実際そのディーラーさんとかはわかりませんけど、町工場っていうのはリピートすればするほど、最初はねやっぱこうぼったくっていく感覚のところもありますけども、だんだんこう価格はね折り合いがついていくと思うんですよ、慣れた人だからってことでね。それとは逆にですね、うまい商売のやり方としては、私は思うんですけども、常連ほどぼったくるみたいなね、常連ほどふっかけていくっていうのがあるからもしんないなと思ってるんですよ。つまり常連さんって他に移りたくなくって、その店のオーナーがもう気に入って気に入ってしょうがないからそこに預けるんで、もうね、それが価格に反映されてるってことなんですよ。実際の修理代とかパーツ代よりもね。そうなると、ぼったくるって言ってもただ単純に価格を上げるわけではなくって、まあ例えばね、今回はなんとかかんとかっていうのをつけときましょうかっていうふうな進め方ですよね。使うかどうかわかんないけど、これどうっていう風なアップセルをこうかましてくるっていうところがあるんですよ。そしたらね、まあいつも付き合ってる車屋さんが言うことだし、使わないかもしれないけども、ちょっと新しい挑戦しようかなっていう風な信頼関係とその店との関係で、まだ自分は
使ったことがないけども、でもいつもの人が勧めるんだったら試してみようかしらっていうふうにはなると思うんですよね。これがだから新規の店に行っていきなり何かね、見ず知らずの商品勧められたら、わ、ぼったくってるなーと思ってね、そこに行かないかもしれないですよ。つまりはちょっとした挑戦っていうのは、そういった時に慣れたお店が勧めてくれた時に起きると思うんですよね。まあ私もですね、様々な商品を買ったりサポートを受けてきましたけども、やっぱりずっと付き合いのあるところがね、今度新商品出るんだけどって勧められたら、ちょっと一回それ試してみますとかね、飲食店とかでもね、ずっと付き合いのあるところが、今度新メニュー作ったんだけどねって言ったら、あ、じゃあ今日それ頼んでみようかなっていうふうになると思うんですよ。つまり飲食店なんて分かりやすいんですけども、新メニューをなんで作るかって言った、常連さんが一番最初に食べてくれるんじゃなかろうかと踏むから、その人の趣味嗜好に沿ったものを作ると思うんですよね。いきなり当てずっぽうで新商品ですって出してね、常連さんが食うかどうかもわからないものとか、ましてや新規さんがね選んでくれるかどうかわからないものを冒険でやるところって少ないと思うんで、まずは常連さんにちょっとした挑戦をお勧めして、それで受けるようだったら、もっともっと一般にリリースするみたいな形を作っていくんじゃないかなと思いましたね。まあどちらにしてもね、車ってのは古くなれば専門家にお願いすることになりますし、車の専門知識をつけようと思ったら車が趣味にならないとね、なかなか難しいですけども、やっぱりあれやこれやとね、たくさんの趣味を持つことはできません。やっぱり一点集中しようとすると、それ以外のところには手薄になるのかなと思います。あとやっぱりね、古くなると大変っていうところもありますけども、古いってことは付き合いがそれだけ長くなるってことなんで、それに対してね、維持費はかかるけども、愛着も湧くし、詳しくもなるのかなと思うわけですよね。で、人間っていうのは、古くなると大変なところもありますけども、やっぱりね、70歳の人っていうのは70年かけないとできないんですよね。途中で命が終わってしまうこともありますし、そうなると70とか80にたどり着くのって生命の奇跡だなと思えるわけですよ。で、車ってどんなに使っても私のトランザムですらまだ40歳ですから、車の寿命ってまだね、40年なんですよね。でも人間っていうのは私でさえ50年生きてますからね。そうなると人間の生命って短いようでまだまだ長いのかなとも感じてしまいます。まあ、今回はね、ぼやきシリーズ、何でも古くなると大変というタイトルで私もフリーに話させてもらいました。そしてこの新潟の風景とともにね、お送りしたわけなんですけども、皆さんはね、時間が経って古くなったものに面倒くささを感じるのか、それとも愛着を感じるのか、この辺でいろいろと身の回りのものを見てみると思い出すものもあるんじゃないかなと思います。もちろんね、新品って結構いいですよね。新品も私たちは欲しがりますしね、何なんでしょうね。はい、まあこういう話題でまた話し合えればいいと思います。ありがとうございました。どうもどうも。